はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。R です。トゥームレーダー水曜喋りながらプレイのおまけですね。はい、なんだろう、まあ、リクエストコメントいただきまして、おまけステージやってみないのっていう、コメントがあったんで、まあ、せっかくなんでね、やってみようと思います。で、そのためのコマンドっていうのがあるんだよね。まずね、おまけステージを出すにはシークレットを全部、捕まえないとダメだという話だったんだけど、このシークレットを全部ゲットしたことになるコマンドというものが、あるようで、それをまずやりたいと思います。 LR のボタンを使うんだけど、それが L2 か5回あ、いきなり間違えてた。 L2 だよね。 これどうしようかな。いいかな。1,2,3,4,5 R2 L2 が3回 1,2,3 R2 L2 R2 L2 が2回 R2 L2 が2回 R2 L2 が2回お、ふーって言ったね。そうするとよくわかんないけど、まあ、これで取ったことになったはずです。で、さらに、ステージクリアをしたことにするコマンドっていうのもありまして、これが L2、R2。あ、待て待てした。L2、R2、L2、L2。で、R2、L2、R2、L2、R2、L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 2、R2、L2、R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 2、OK。これでクリアしたことになると。おお、はい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 。で、まぁ、ちょっと飛ばしましょうね。これでいいのかな？ワークします。はい。で、これどうなんだろう？これ全部クリアしないといけないのかな？ここのステージでやろうとすると、敵がね、出てきちゃうんで、前のステージでやったんだけど、これどうなんですかね？見てみよっか。ロードゲーム。で、おまけステージが出てんのかな？あ、出てない。やっぱここをクリアしないといけないのか。じゃあ、戻るで、やつを倒しましょう。はい、OK です。じゃあ、改めて、ステージクリアのコマンドを入れましょう。1,2,3,4,1,2,1,2,3,4,1 OK。 これでいいのかな。で、これで終わった後、ロードゲームをすると、まあ、隠しステージが出るはずなんですけどね。どうですかね、ジエンド。はい、ありがとうございます、プリケツ。これ飛ばせる？あ、飛ばせないですか。はい、じゃあカットしましょう。あ、やめよう。あ、カットする前に、この動画の趣旨をやっていこうと思います。隠しステージすごく難しい上にセーブができないよと、言われました。うん、やばいですね。今までね、トゥームレーダーシリーズをご覧いただいた方だったらわかるでしょう。セーブないのに進めるわけないじゃん、あるが。で、結構長いんでしょ、多分。多少長めのステージだと思うから、もう、小1時間、2時間ぐらい死んで、覚えないといけないでしょ？そうするとね、R のカットがね、非常にね、カット作業がめんどくさいことになるんだよね。で、喋ることも多分、そんなにないだろうし、どうしようかなって感じですね。最初は、だからまあ一応実況プレイをやっていくけど、もう後になったら、やめるか、普通の、喋るのやめて普通のプレイでやると思います。で、どうしようかな。まあ、おまけっつったってトゥームレーダーシリーズだからな、見る人は見るだろうから。なんかね、以前言って誰かが言ってくださったラジオみたいですねっていう感じの趣旨で、ラジオみたいなね、ことを喋ればそれはそれでいいんだけどさ、
じゃあ一応これ浮気しようか。はい。まあ、どうなるかわかんないね。絶対これパートをまたぐでしょう。1でしょう、これが。で、2、3ぐらいまでまたぐのかな。まあ、公開放送とはいかないけどね。お、これまで、あれ？あれ？なくないか？くれた、これまでのストーリー。どういうことだ？できないんだけど。なんかやり方が間違ってんのかな？いいよね。これ隕石の話はいいですよね。どういうことだろう。ちょっともう一回ロードして、あ、ちゃんと総合成績のところ見とけばよかったな。これ、まさかさ、これ1から全部やらなきゃいけないってことないよね。あるかな？ありそうで嫌なんだけど。ちょっと最初のさ、ジャングルでもう一回同じことをやってみようか。シークレットコマンドとステージクリアコマンド、これ全部必要だったらめんどくせえぞこれ。ちょっともういきなり R のやる気を削いでくる感じですか。ちょっと待ってね。シークレットが6分の0、わかりました。じゃあここでコマンド入れようね。はい。これでどうなったかな？このさ、6分の8っていうのはどういうことなんだろう？じゃあ、いいや、ステージクリアやりましょうか。はい。これで、ん？あ、はい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 。存じておりますよ。で、欲しいのはリザルトなんですけど。はいはいはい。シークレットはゲットできてるのかな？これもしかしたらこれ全部探さないといけない。逐一これやらないといけない感じなのかな？よくわからないんで。ああ、そんな感じかな。わかりました。はい、じゃあちょっともうめんどくさいけどやってみます、これ全部。で、全部やるけど、もし全部ね、これ同じコマンドをやって、できなかったら、どうしよう。お蔵入りにするのも、ムカつくぐらいの労働力でしょ、これ。ん？なんか間違えたか？ただの屈伸動画だからな。あ、入った入った。ねえ。こんな、ただ、R が悪態つきながらさ、ララを屈伸させてる動画見たってしょうがないもんね。はい。で、これで、またシークレットが、ね、手に入ったと。これ多分8っていうのは、その8が限界の数字なんだろうね。一種のバグみたいな感じになってるんでしょう。じゃあこれ全部やっときますんで。はい。で、改めてまたクレーターまで行って、まあ、そこから録画。再開とさせていただきます。よろしくお願いしますと。はい、このステージ以外全部やりました。大丈夫ですかね？ 1,2,3,4,5,6,1,2,3,1,2,1,1,2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 ,
よしよし。
OK。これで、できなきゃ俺はやめるぞ。俺は、この動画をおまけとしてアップするが、シークレットのステージはやらんぞ。もうみんなこうだよ、こう。ね。じゃあ、改めて、G エンド、はい。どうなるかってとこですね。これが、ん?エンディングだよね。いやー怖い怖い。さあどうなる?緊張の一瞬だな。お!シークレット59分の152ってことですか?もうめちゃくちゃですね。かかった時間が9分。9分もかかったぜ。勘弁してくれよ。OK。じゃあコンティニュー。で、これで、上書きをして、で、ロードを開けば、謎のステージが、出るってことですよね。出るってことですよね。大丈夫ですか?頼むぜ、おい。お!出た!よかった!セイントデイ。聖なる日ですか?大丈夫ですか?おう、ロンドンなんだ。時間が、10分ぐらいになってるから、あ、暗っ。まぁ、ちょっとできるかなってところかな。おう、ほんとだ、セーブできない。何このゲーム。クソゲームいいとこだぜ。じゃあちょっとやっていこうか。大丈夫だよ。ちなみにさ、これ、電源落としたからって、あ、そうか、そうか。ね、ミュータントを倒すために、武器全部のコマンドを打ったんだけど、これは反映されてないのか。わかりました、わかりました。じゃあ、改めてちょっとやっていこうか。まあ、今回はじゃあ、お試しってことで、いいかな。てかさ、敵がさ、何が出てくるのかわかんないのが怖いんだけど、ロンドンだから、まあ多分、ちょっと、統治もないの?ちょっとこれ困ったね。ね、ロンドンだから、まあ出てきて人間だとは思うんだけど、もうこれシークレットのステージだからさ、もう調子乗ったミュータントが、ね、出てきても全くおかしくはないですからね。セーブができないってどういうことなんですか?もう、本当だったらもうこのね、トゥームレイダー3っていうゲームを遊び尽くした、もうトゥームレイダーマニアがやるようなゲームでしょ?それをさ、たかだかコマンド入力してさ、はい、できましたよ、みたいな感じの、おしょ、プレイヤー R がやっていいものなのかと。っていうか、できるのかっていう話ですよね。ねえ、さらなる謎解きとか、っていうか、ねえ、これちょっとやったってさ、どうせ死んで、1、2、電源落としちゃうんだからさ、こんなとこやったってしょうがないんだけどさ、まあ多少ちょっとやってみるっていうのは必要だよね。これ敵出てくんのかな?やだなぁ。ずいぶん前にトゥームレイダー2のなんかシークレットの動画をちょっと見させていただいたことあるんだけど、確かあの時もね、敵が、ね、ヒョウとか敵、ね、人間がね、出てた気がするんで、多分ここも出るんじゃないかなと思うんだけど、え?ちょっと待ってくれって、ん?ちょ、暗くて全然わかんねえんだけど。どうするこれ。どこ行けんだ?適当に進んじゃいるけど。だってここでさ、セーブできないんだぜ。もう俺詰んでるんだぜ。暗いしさ。おっとっとっと、どこ行きゃいいかわからねえよ。もうまさに一回死んだら即終了だよね。R 大好きな。1、2。
企画としては好きだけどさ、ガチでやらせてくるのはどうかと思うんだ。で、手に入れるのは、オチと武器をくれ、武器を。8本か。まあ本数としては悪くない数字ではある。で、でだよ、俺どこ行けんだ。いやいやいや、全くもってわからんぞ。とりあえず戻るか。よっ、おっと、ゴリッと言って死ななかったのだけは褒めてくれ。とりあえず掃除使ってみようか。多分ね、こう向こう行くんじゃないかなと思うんだけど、運転かなんか使って。それともこれかな、これ飛ぶのかな。あっ、なんか見えない壁にズルッとされたし、もう一回ぐらいやるか。もう一回だけやろうか。やっぱ戻るよね、これ。1、2。うん、で、まあ多分こっち行くんでしょうね。今はこの柵で行けないけど、よいしょ。最初はね、突っ込んだら飛べたんだけどね。ここ何にぶつかったんだか、それこそ暗くてよく見えねえや。よっ、 OK。 で、金網だからね。あっ、金網じゃねえし、上に登れんのか。意味ないのか、それはまずいだろう。ん、どこだ？じゃあここも登れ。あ、上がまだありましたよ。で、お、武器じゃないですか。ウージーですね。40発。まあ心もとないですね。でもそれで終わりか、ここは。となると本格的に向こうに走っていかないとダメなんだよね。1、2。よっ、いけねえんだけど。どうするんですか。もうトーチ使い切る勢いだけど、こうか。これはもうパート数10とか超えるだろう、確実に。てか、まず撮影の時間がね、恐ろしいくらいに超えるんじゃないかな。金網があるから上にも、そこを伝っていくのかな。もう分かんないから、トーチはもう全部使い切ってもいいでしょう。あー、なるほど。これ横から行けって言ってんのかな。ここから行けねえんだけど、つかめねえよ。はいはいはい、どうすればいいんだ。あの、もう確率にね、そっち行けっていうのは見えてんだけどさ、多分下降りるんでしょ、これ。気合い入れてさ、なんかやって。スイッチか？スイッチなんだろうか。まだあるトーチ。救いのトーチはまだあったか。よし。こっちはなんだ？
なんでもねえし。ここは？ここは知ってる場所？知らない場所？あ、これ金網になってる？登れると。で、どこまで行くんですか？これでいい？うわっ！びっくりした。怖えよ。うい。よし。こっちか。なんかある？メイバックか。ちょ。これで、で、先に穴があると。やべえよ、これ本格的に難しくね？こんな覚えゲーだろう。だって、トーチの数が圧倒的に。お！こいつはまさか。あれ？おい、噂のセーブクリスタルじゃねえのかよ。やっぱりセーブさせる気ねえぞ、こいつ。やべえって。ああ、さすがにシークレットはないっすか。え、でも待って。これで終わり？ちょっと待ってよ。俺が欲しかったものと答えと違うんだけど。いやー、待って。これ難しいって、絶対。いや、でも早速わかんねえんだもん。困ったぞ、これ。で、ここから俺どうすんの？降りるの？で、ダメージ食らうじゃん。え、何これ？え、どういうこと？ちょっと。まあ、いや、今回ちょっとこれで終わりにするけど、ね、次回パート2をちょっとね、気合い入れてやっていくことにしますけど、これで、悪いけど、できる気しないぞ、これ。大丈夫？こんなところでいきなりもう、だって、つっかえちゃってるよ。物事を単純化して考えるか？それとも。よくわかんないけど、おっと。まあじゃあ次回からご期待くださいっていう感じですかね。まあ探索はね、かなりいい加減なんで、多分スイッチとかレバーとか、あるんでしょう。で、足踏み外せばこうやってずるずるっと、落ちちゃうから気をつけろよってことでしょ？ね。OK、わかりました。じゃあ今回はこれで終わりにします。ご視聴ありがとうございました。